あの、ソースとかいらない、あの、マンガ肉だから、そういうさ、おしゃれなものはさ、あえていらないでしょ。あ、皆さん、皆さんどうですかこれ、フライパン。フライパン、取って壊れた。取って壊れてる。びっくりした。あ、びっくりした。壊れちゃってる。皆さん、これもう成功でいいでしょ。これ成功でいいでしょ、皆さん。もう、完成でしょ。あ、2個落ちた。うわ、事件。事件。3秒ルール成立です。峠をこなした皆さん、セーフ。ありがとうございます。非常にあの床の方がね、悲惨なことになってますね。床の方がね、もう散らばりに散らばっちゃってね、こんな床は見たことがない。おまでかってね。よし、あ、皆さん、完成しました。これも危ないから手で取る。できました、できました、皆さん。ちょっとね、マジで落ちたのはマジショックだな。マジショック落ちたのは。ちょっと盛り付けますから。ちょっとなんか、野生の肉っぽくしましょう。なんか野生の肉っぽいさ、なんて言うんだろう。皆さんできました。こういう感じでちょっと飾っていきましょう。これなんか、ミニトマトをさ、木の実みたいな感じにしてさ、持っていきますから。あ、できたできた。皆さん完成です。マンガ肉の、1時間半かかってできましたよ。皆さん、これが、みんなが夢見た、マンガ肉です。どうですか？どうですか？うまそうだろ。いいでしょう。じゃ、ちょっと食いますよ。これはうまい。お酒も飲みましょう、お酒も。たまに食べます。ね、ちょっとお酒もさ、ちょっとついでさ。じゃあこの完成したね、大成功したこの花玉ねぎも添えましょう。うん、添えよう、添えよう。お腹の方は何だよ、我々。
すごいこぼれてる。え？すごいこぼれてる。いつこぼれた？びっくりしたな。コード、コード。お前何してんの、コード。コーラ。ダメね、そんな子言ったら。コード気づかなかったね。ごめん。いや、何リスナーコードコードって言ってんだろうなと思ったら。いや、コードがすごくなってましたね。このさ、手作りのスターちょっとかけようか。これは非常にいいよ。このスターソースなんて非常にいいですから。うわぁ、これいいね。これいいですね。誰がトロミズや。うわぁ、急にフランス料理。フランス料理になりましたね。あららら。あら、フランス料理。急にね。このあの、堺シェフなんて作るんじゃないですか？ねえ。堺正明なんてね、こんなのよく作ってみますよ、こういうの。これやっぱね。うん。あははうん。うん。ムスターは合わない。うん。合うはずがない。いや、キーボードキーボードが随分気になってる人がいるな。キーボードじゃん。これ吹きますから。これで満足かい？人がさ、ご飯食べてるのにさ、キーボードばっかり気になってる人がいるけど。いいのこれで。全然汚くないんだけどね。本当は。全然汚い。ほら、全然。汚れも何もついてない。全然分かってないな、君たちは。ほら、綺麗でしょ。全然話を聞いてないな、君たちは。汚かった。思ったより汚れついてた。キーボードこんな汚いと思わなかった。キーボード汚すぎた。